さて、それでは今回はポケモンスリープ一撃企画ですね。少し前に募集させていただいたんですけども、そうですね、皆さんも一撃ではないと言いながら、普通に送っていただいたデータがどれもすごかったので、今回それを紹介させていただこうかなと思っています。まずはこちらですね。すごい数字が、うちのエースリントさんからいただいた、これ別に一撃で応募していただいたわけじゃないんですけど、僕が前々から見せてほしいっていうのを配信等で言ってたところを送ってくださって、いつの間に育成ですね、寝てる間にどれぐらいポイント稼いでくるかということで、向かって左側が一晩ですね、一晩だか、まあ最大10時間とかぐらいになるのかな、放置した時が、186,818 ということで、届すぎる、28,000、なんだこれ、砂を、ちょっともう全部名前わからないな。27,000、そしてリザードン24,000、爆風48,000、雷中35,000ということで、一晩で18万ですよ。で、まあ気になるのが右側ですね。こちらがちょっと、放置状態になってしまったらしいんですけど、忙しくて、だから半日から1日ぐらい触ってなかったと思いますっていうことで、276,000、リザードンが100,000、ゲンガーが480,000、ブースターが48,000、もうわからんくなってきた。48,000、ブースターが48,000、43,000、26,000ということで、ゲンガーってこんな溢れるんですか？うちはゲンガーが基本的には、まあ最大所持数なんていうの、あれが多いから、ゲンガーで48,000も行くんや、リザードン。で、これ、紹介してくださったのが、リザードン、向かって左側ですね。と、バックフーンが、まあ、競ってるんですけど、リザードンってこれ、S、木の実の数 S を持ってるリザードンなんですよね。なんですけど、この時、バックフーンのレベルって30だったらしくて、リザードン50に対してバックフーンが、30だったかな、かなり差があったみたいなことを書いてくれたと思うんですけど、現在爆風がレベル50になるとリザードを超えてるらしいです。すごいね、凄まじい数字だな。で、今現在の最高値っていうのはちょっと出せないらしくて、それは他のポケモンの育成をしてるから、どうしてもこのいつの間に育成の数値は下がってるらしいんですけど、まあ、このメール送っていただいた後に僕、めっちゃ珍しくツイッター検索したんですよ。ポケスリーって。もう見ないことにしてるんですけど、なんか、見てやる気が出るというよりは、基本アプリゲームって検索して、凄まじい数字とか、それからまあ、アプリゲームで言われるなんか SR とかレアカードを引きましたみたいなの、連続で引けたとかね、あんな見たら、なんか凹むから見ないんですけど、やっぱりネット上見てるとなんか凄まじい数値の人とかいたりとか、なんだかな、飴をもらえるやつがなんか大量にもらえてたりとか、いろいろなんかそういう映像が上がってきたんですけど、まあちょっとそのあたりは僕は知らなかったんで、やっぱり現在僕が知る限りでのこの凄まじい数字ですね、一番リアルじゃないんやけど、数字としてこの27万というのが、こんなんやってみたいな、同じくゲンガー育ててんのになんでレベル50のゲンガーがあんな風になれへんのかな。うち全然そこまでいかないですね。素晴らしい、羨ましい一撃ですよ、まさに。もう強烈な、出かけててもいいですよね、帰ってきてこの数字が溢れてたら羨ましい何度も言ってしまう。いやいや、ありがとうございました。参考までに、しておきたいと思います。そして、こちらも一撃企画じゃないんですっていう風に送ってくれはったんですけど、十分凄まじい、もう一撃どころじゃないかな。まずはじゃあこちらの映像を、ちょっと僕も見ようかな。画面録画までしてくれてるんです、わざわざ。それを送ってきてくれた。これわかりますか？この段階まで気づかないでしょ？こういうことよ、見たいって言ってたから、私がわざわざ撮影して映像も送ってくださって、いいですね、羨ましいな。そのサムネとか作ってると、画像映像編集をすることになるんですけど、そんな詳しくないけどね。そうすると、まあ、色調補正っていうのがあって、全体の色味を反転させたりとか、まあ、赤を黄色をこう割合変えたりみたいな、あんまりちょっと詳しくわかんないですよ。色調補正っていう機能があっ
て、で、色違いポケモンって基本それなんですよ。なんかもう、裏、なんていうかな、裏の色というか、他の色が強くなったりして、なってるだけやから、むしろ違和感がある色違いのポケモンたちって、これは書き下ろしでしょ。これ用の色じゃない。絶対色調補正でこの色にはならんから、アニメとかにもね、登場してるし、特別用、めちゃくちゃ羨ましい。感動しましたって言ったけど、そらせやんね。一個手前の薄い赤色みたいな、薄いオレンジかな。これは色調補正っぽいけどね。いやー、羨ましい。で、データの方も送ってくれはりました。こちらですね。ちゃんと編集してくれてんねんなー。これうちでいいんかな、みんな、リントさんもそうやし。そうね、ピカゲソさんですね、こちらもそうですけども。うちではなー、ほんまに、せっかくの、ねえ、まあでも、ツイッターとかに載せるってなったら、まあツイッターでも、黒リザードはおらんと思うけど、すごいな。データの方、前回ちょっとうちでも紹介させていただいたんですけど、木の実の数 S、食材確率アップ M、お手伝いスピード M、最大所持数アップ L、スキルレベルアップ S、性格も、マイナスなし、素直ですね。最強やん。いやー、これ夢あるなー。すごいですね。理想とされるやつや。もうほんまに、どれぐらいの確率なんやろ、これ出てくる率って。色違いで、しかも木の実の数 S があって、マイナスなくて。いやー、これ一撃を、一撃どころじゃないですよ。最強、多分、ポケ3界で、最高の一撃じゃない？その、僕詳しくないから分かれへんけど、すごいな。続いて、ピカゲソさん、一撃が多いです。順番どれでいこうかな。まずこちらかな。レベル50になりましたということで、こちらもレベルマックスとして応募してくれました。ライチュー、2800ですね。木の実の数 S、お手伝いスピード M、食材確率アップ S、睡眠 XP ボーナス、スキル確率アップ S の、性格補正なしということで、これいいですよって書いてくれてた。めちゃくちゃ働きますよって。みんな、そうなの。うちも木の実の数 S のライチューのはずなんですけど、働かへんねんな。なんか、木の実がとにかく、確かにたくさん出るけど、めっちゃポイント低いイメージなんですよね。働くってみんな評価高いんよね。だから、どうしてもスタメンにはめるんですけど、なんとなく、パワープロに例えんのもあれやけど、オール D みたいな感じの感覚になるかな。不思議な感じ。でね、どれ行こうかな。もうどれもすごいねんな。次こちら。バンギラス。メールで教えてくれてはったのが、食材タイプなのに性格で食材マイナスがついてますと。でもめっちゃ働きますって。やっぱりバンギラスはすごいですよって。あ、こうみんなが強いというポケモンは強いし、まあ当然ながら育てるのが大変やから、ね、相当な犠牲を払ってのここだと思うんですけど、お手伝いスピード M、スキルレベルアップ M、木の実の数です。笑ったあかんけど、やったなぁ。元気チャージ S6 にしたな。まあだからこれがそのバンギラスが休まずにいけるっていうことなんかな。はぁ、あ、元気チャージ S ってほんま何の意味もないと思ってました。僕コラッタ6にしたけど、もう6にしてスタメンから外したわ。最大処理数アップ S、 食材確率アップ S。 あ、でもこれマックスまでいけば食材確率 M まで持っていけんのか。最大処理数も上げれるしね。お手伝いスピード34分。はぁ、3564SP。これを最後に持ってきておりません。なぜかというと、僕ちょっと理解できないんですけど、こちら。SP4704。どういうこと？エフィ。こんな行くんですか？しかもなんか位置ずれてるしね。そのいじってるわけではないと思うんで、わざわざこんな表記ずらすような作業必要ないから、SP4704 がまあちょっと一時的に文字化けしてるだけかもしれないですけど、そんな数字あんねや。あんま見たことなかった。エイフィーってすごいんですね。あ、そうそう、さっきのライチュー思い出した。これね、ライチュー、バンギラス、エイフィーは、
ラピスラズリの食材としていけるから楽しみですみたいな書いてくれて、それで送ってくれたんやったね。そう、ラピスラズリについてもちょっと後ほど、まずはエイフィ、見ていきたいと思います。エナジーチャージ M、 木の実の風 S、 お手伝いボーナス、スキル確率アップ M、 スキル確率アップ S、 お手伝いスピード M、 寂しがり性格、お手伝いスピード、元気回復量ダウンということで、あーそう、スキルポケモンでスキル確率アップ M と S を持っておられて、そしてお手伝いボーナスと木の実の数 S、お手伝いスピードアップ M とお手伝いスピードアップ、そら4700いくか、そらいくか。この段階で4700でしょ。これってお手伝いスピード M まで踏んだら何分ぐらいいくの、8000とかいくの、もそんなにはいけへんか、2つつくだけやから。あ、でもレベルがこっからあと50上がるんやもんね。レベル1上がるにつれて50上がっ、SP50 上がったとしても、適当に言ってるよ。上がったとしても、5000、わからんな。ちょっとわからんな。ちょっと読めないですね。100の世界はさすがに今から予想できひんけど、こんなん、一撃やん。すごいなーって。エーフィー夢ありますね。育てんのね。エナジーチャージ、あ、M か、確定なんや。変動するやつじゃないんや。いやー、もう一匹うちも EV な、どうしてかわからんで、置いたきりのやつがいるんですよね。今、何やったっけ、グロックルやったっけ、ドグロックの変化、進化版。と、メタも育ててるわ。もうわけわからんくなってきて、最近。すごいなー。で、ラピスラズリー、今ね、結構周りの人、コメント欄等もそうですし、メールくださる方々が、まあいろいろ僕知らんから教えてくれるんですけど、みんなめっちゃラピスラズリーを意識してるじゃないですか。なんでそんなことある？ちょっとここから雑談2つぐらいちょっと話したいことがあって、僕、若草なんですよ。ね。月額のやつも、ハローテルシマ、まあ、ええね、するプレミアムパスも入ってるし、最初の月に多分課金もしてるんですよね。2、3回課金してると思うんですよ。だから、厳選も、まあ、絶食厳選でかなりスタートこけてるけど、でも絶食厳選のおかげで、まあまあ強いポケモンたちを捕まえてね、木の実の数 S 持ちとか、能力的にもみんなが褒めてくれるポケモンが多いかと思うんですけど、若草でレベルがマスター16止まりなんですよね。そっから先進めてなくて、何遍やっても最大16なんですよ。で、多分今週も16やし、来週も16やし、再来週も16だと思うんですよ。全然進まへんの。で、そうなってきたら、この後のシアンとか、トープかな、トープ、ウノハナだけは、その、ラッタを最初から育ててるんで、ちょっと楽しみかなとは思ってるんですけど、あとはもう、その対応するポケモンも持ってないから、頭いったと思ってるんですよ。まず、若草の声方わからんし、その後のシアンで、俺一体何すんねんって、また今から、順番に厳選していくんかいとか思ったら嫌やなって思ってるんですけど、もうそのラピスラズリを意識できてるっていうのはどういうことな、もうみんな、あれ？ウノハナまで終わってるってこと？めっちゃ早ない？謎なんですけど、もうそんな人たちがいる。なんか、ツイッター情報はね、なんかもう開始して1ヶ月も1000うちに若草、マスター20達成みたいな、笛吹きって言うてっけ、なんか、そんなんやったことないし、僕笛も買わないんですよ。スリープポイントで。どうせそんなん持ってても一緒やと思うから。まあ最後は20乗せるときだけはやらなしゃないかなと思ってるけど、普通にあって、ラピスラズリまで意識できるっていうのがちょっとすごいね。まあなんか変なこと言ってんのかな。そこが分かれへんの。もう羨ましいけどね。食材も最近やっと意識し始めたけど、でも全然かな。で、もう一個ね、仮説。ほんまここだけの話ね。攻略でも何でもないですよ。独り言ですよ。当たり前のことかもしれないから。食材、料理を作ってるときに、この料理を極めようって、うちだと、キノコ、
キノコなんちゃらみたいななんか料理があって、それをまあたまたま今持ってるポケモンたちの食材だと作りやすいから、そればっかりをレベル上げしてたんですけど、あと1個足りたら料理作れんのにみたいな、1個足りひんみたいな時があるんですよ。オリーブ1個足りひんみたいな。で、画面上ポケモン見てももうびっくりマークなくて、全員が働き終わった状態になってて、で、なんて言うの、スマホの仕組みですけど、完全にアプリを落として立ち上げたら、タップできる時あるんですよ。で、その瞬間は料理出てないのに、働いたびっくりマーク出てないのに、立ち上げ直したら、びっくりマーク出てる時があって、それによって、料理が間に合ったりするんですね。お昼までに1個作れたり。ギリギリオリーブもらえたみたいな、キノコ出たみたいなことがあって、でそれは基本操作するときに電源をオフるだけなんですよ。僕半押ししてスリープ状態ですね、スマホのスリープ状態にするだけやから、もう一回押したらもうすぐポケスリの画面に戻ったりとかするんですけど、ポケスリ自体を落としてないんですよね。電源のオンオフだけやったら、その働いた数値が出てない時があるんですよ。で、立ち上げ直したら、スイッチ押してもう一回立ち上げ直したら、びっくりマーク出て仕事っていうのがあるんやけど、僕はこのポケスリを初めてずっとこのやり方でやってきてたんやけど、毎回ちゃんと落としてた方が、明らかに取れてる食材と木の実の量がちゃうかったと思うんですよ。それは、アンドロイドで、ファーウェイの、なんていうんですか、しょぼいスマホを使ってる僕だからなの。これは、あれ？みんなどないす？やっぱりちゃんと落としきるの？そっちが正解？一応今はそれを意識してるんですけど、特に寝る時とかはね、完全に落としきらないと、たまに朝一で、名前でできへん。ポケモン GO プラスプラスとの連携がなんか取りづらかったりする時があるから、だから寝る時は落としてたんですけど、普段は、電源のオンオフだけ半押しとか、それとかバックグラウンドっていうかな、裏で生きてる状態で他のアプリ触ってたりとかするから、そこ当たり前のことなんかな。でもなんか全く今まで気づかなかったんですけど、ずっとポケスリやってきて、なんかこの間あれ、ゲンガーびっくりマーク出てないけど、ゲンガーのお手伝いスピードからしたらこれぐらいの時間でもびっくりマーク出るんじゃないって思って、一回落として立ち上げ直したんです。そしたらまた木の実出てきたから、これはどっかで、あれ、その時取れてなくても、まあその時取れてなくても後々還元されてたとはいえ、料理として成立しないから、その瞬間料理として成立してくれる方がでかいから、やっぱり豆に落とした方がいいんかな。なんか痛むイメージもあんねんけどな、立ち上げ直すのってあんまり何回もしたくない気もするけど、そう、諸説あるどころの話じゃないとは思うんですけど、なんとなく、まあ、うちの端末とか電波状況とかね、インするタイミングが1時間おき30分おきでも違ってくるかもしれないし、使ってるポケモンによっても違うかも、読み込みエラーの、まあ、おそらくその読み込みの、ズレの問題ではあると思うけど、そう、こんな熱弁するような話だったのかどうかも私には分かりません。みんな詳しいね。この間ポケスリ配信者の方のライブ配信見に行ったけど、みんな勉強してるね。ミムさんの配信すごいみんな詳しいし、感心してるのがアップデ情報で、そんな読むもんなんですね。なんかイベント情報は見るんですよ。サムネ的なのが上がってるやつはね、バレンタインイベントとかスリープイベントって書いてたら、タッチしてみたりするけど、細かい 1.0 何がしのアップデート情報とかもきっちりみんな読んでるんやね。それはもう僕は、何やろう、また間違った方向に尖ってしまったんやと思うけど、誰かが言ってくれると思って、あっこで出た情報をタイトルにして載せても、もう遅いんちゃうかなとか、もっと詳しい人おるんちゃうかなと思って、なんか一周回ってもう見いひんっていうレベルになってしまったんですけど、見てるとやっぱりすごい詳しい、配信する人もせやし見てる人も詳しいし、
で、あのコメント欄の住人が一緒やみたいな話してて、ほんまになんか知ってる人ばっかりやって、で同じメンツがその有識者たちがいろんなポケスリ配信を移動してこうだよってこうアドバイスしていくとしたら、ポケスリ配信してる人たちって全部同じとこに行き着くんじゃないの。なんかあのこれはでもあれやなって、こう同じで、その時そこでの情報がトレンドで、まあ、バンギラス最強って言われたら多分みんなバンギラス目指すし、しかもまあ配信もね、まあ、うちなんか弱小では、まあ、弱小ちょっと頑張ってる方ではあるんやけど、あの配信者としてはね、あのポケスリ界隈では何もなんもないけど、でもまあ収益が高い人とかやったら、ほんまにバンギラスが最強って言われたらバンギラス厳選、それからもうどんどん課金してもうできるとは思うから、やっぱなんていうの、コメント次第で動くなっていうのはちょっと見てて思ったね。うん、いやでも面白かった。あんまり僕見ないんで、その他の方の配信とかをね、見ない理由としては、僕うちチャンネルのタイトルが長いから、コメント欄にコメント書くとめっちゃ邪魔になるんですよね。すごい、アトリエ造形の王様カッコクラフト&ゲームカッコ閉じが喋ると、あの、なんていうかな、細かい内容書けないの。めっちゃ画面上僕になるから、コメント欄が。だから、おーとか、すごいとかくらいしか書けなくて。で、専用アカウント作ったんですよ。コメント書き込むようなやつ作ったんですけど、忘れる。思わず、あ、こんにちは、こんにちはって書き込んで、あ、こっちじゃなかったって思うんだけど。なんかまあ、いろんな方のね、配信も見せてもらえたら、すごい感心するし、うちはやっぱり相変わらず何も分かってへんなーって、改めて見てて何も知らんなーと思いながらね、見てました。で、うち、ライブ配信苦手なんですよね。どうしてもこう、頭がパニックになって、すっごい、わけわからんくなるの。で、ポケスリはライブ配信するとやっぱりいろんな人がいろんな情報を直接的にくれるし、その、質問しても答え返ってくるから、実はやりたいんやけど、苦手やからね、すっごい汗かくし、喉乾くし、焦るし。で、どうしてもこう、録画状態になるんですけど、わかりました。他の人の配信見てたらいいんやってわかったね。なるほど、勉強になるなと思って、すごい楽しい時間を過ごさせてもらいました。一応ね、リサーチ結果、今週、まあ、もし機会があれば紹介させてもらおうかなと思ってます。今回はですね、一撃企画ということで、リントさん、それからピカゲソさんの、凄まじい一撃をすべて紹介させていただきました。まあ、もっと違う数字も、ツイッター上には溢れてると思うし、なんか、なんていうのかな、超ガチで配信とかやったらもっと違うのが見れるかと思うんですけど、まあ、あくまで僕は、うちの端末内でアプリゲームは全部完結することにしてて、で、まあ、それプラス、コメント書いてくれる人たちとか、メール送ってくれる人たちの界隈のみを見ながらね、狭い世界でやっていくので、僕にとっては本当に凄まじい数字で、まあ、多分一生の目標になるような数字だと思うんですけどね、送っていただけて、これは参考になりますので、やっぱちょっと目指したいと思うしね、お二人ともありがとうございました。ぜひぜひ皆さん、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。